イリオンステーブル全データの転送を完了。わかりやすく言うと1階下に降りたってこと。ハーメス・マーキュリーからアドレスの追跡とかされてない？下手したら身動きが取れなく。ブレイクミッション発生、ブレイクミッション発生。さすがハロ先輩、早速働いてくれるね。その前にあの挙動不審メガネのことよ。実際に戦ってみて小隊長はどう思った？攻撃で傷を負ったからという感じじゃなかった。何かをこちらに伝えようとしていたような。答える権限はないの一点張りだったのに確かに変だよね。そう、彼には不可解な点が多いの。その上で聞くけど、さくら、あなたは一体どちら側なの？ゆの姉さん、私は、あくまで私は味方のつもりだよ。これからどうする？犬姉さん、小隊長さん、私を信用してブレイク修正を続けていくか、それともハーメスやヤツっていう方を調べるか、私はどっちでもいいし協力するよ。そのために生まれたんだしね。私もそれしかないと思う。さくらが本当に信用できるかは別として、私いい AI だよ。さくら、悪いやつ違う、信じてやれユノ。小隊長も信じろ。小隊長、ハロ君。いや、ハロ先輩。同じ AI 同士の共感ってやつかしら。さあ、じゃあ後輩のさくら、現状を説明して。ディレクトリが変わって何か違いがあるの？やるべきことは基本的には変わらないけど、さらなる歴史が出てくるし、ブレイクの度合いも大きなものが増えてきそうだね。さっきハロ君が検知したブレイクミッション、早速同時に3つも発生してるくらいだからね。ブレイクミッションが複数って、どんなミッションなの？修正方法は？落ち着いて犬姉さん、順番に説明するからちょっと場所を変えよう。さて、このディレクトリで見つかったブレイクミッションは3つ。また宇宙世紀以外の歴史が2つあるね。宇宙世紀以外って、ポストディザスターやアフターコロニーの時代みたいなもの？そういうこと。コズミックイラと西暦の歴史だね。残りの1つは宇宙世紀になるよ。ハロ君が検知してくれたのは以上。どれを選んでもらっても OK だよ。1つ目はコズミックイラの歴史。アラスカ基地に強襲機動特装艦アークエンジェルの支援に向かう。2つ目は西暦2300年代の歴史。不時着したソレスタルビーイングの母艦プトレマイオス2、トレミーの救援よね。3つ目は宇宙世紀。私たちにとっては1ヶ月後の未来で、東南アジア戦線に参加してジオン公国軍の秘密基地を攻略する。ユノ正解。ユノ記憶力いい。犬姉さん、歴史のお勉強お疲れ様。じゃあ早速ブリッジに戻ってハロ君に詳細データをインストールしよう。ハロ先輩、用意はいいかな？ミッション用のパスコードを入力するよ。ハロ、逃げも隠れもしない。君がガンダムだ。また謎のデータをインストールされてるけど、最後はどうなっちゃうのかしら。私のハロ、ブレイクミッション登録完了。小隊長選べ。小隊長